みんなこんにちは、恐竜のお兄さん加藤博史です。今回はティラノサウルスの目と耳と鼻について調べていくからね、楽しみにしててよ。みんなは博物館とか恐竜展でティラノサウルスの頭の骨結構見ると思うんだ。でも骨だけ見ると穴ぼこだらけで、どこが耳、目、鼻の穴なのか分かんないよね。じゃあここでちょっとクイズ、どこか分かるかな。正解はここ、ここに目と耳と鼻の穴があったと考えられてるんだ。なんでこれがわかるのか、これから説明していくからね。まずは目についてお話ししていくよ。これがティラノサウルスの目にあった目の玉の大きさって考えられてるんだ。大きい目ん玉だよね。こんな目が2つついていて、ティラノサウルスは鼻筋が長かったの。でも首をちょっと下に向けたら、この鼻筋が前を見るとき邪魔にならないの。だから大人のティラノサウルスは両目で前を見ることも上手だったって考えられてるんだね。みんなジュラシックパークシリーズのティラノサウルス見たことある？こんなシーンあったと思うんだけど、ティラノサウルスが暗闇で登場してきた人たちを睨むんだけど気づかないとか、ティラノサウルスが人を見てるんだけど人が止まってるから人に気づかないシーンあったと思うんだ。でも実際に生きているティラノサウルスの前に立ったとしても動かないから見えてないってことはなかったと考えられてるんだね。つまりもっと目が良かったってわけなんだ。だからティラノサウルスに会ったとしても止まってちゃすぐ見つかっちゃうと思うから気をつけて。次はティラノサウルスの耳についてお話しするよ。ティラノサウルスもそうだけど、恐竜の耳は化石には残んないの。じゃあなんで耳の穴の位置がわかるかっていうと、今の鳥とか爬虫類の耳の穴を見てあげたり、耳の穴の中の骨を見てあげるから穴の位置がちょっとはわかるってことなんだ。ヒクイドリっていう鳥がいるんだけど、このヒクイドリさんの耳の穴がこれね。僕ら人もそうなんだけど、耳の穴って顎のすぐ後ろにあるよね。だからティラノサウルスの耳の穴も顎のすぐ後ろかちょっと上にあるって考えることができるんだ。この耳でティラノサウルスはどんな音を聞いていたのかっていうと、低めの音、例えば獲物になるトリケラトプスの鳴き声とかね、そういう低い音を聞くのに向いていた耳だったって考えられてるんだ。じゃあ今度はティラノサウルスの鼻の強さ、嗅ぐ力の強さについて喋っていくよ。ティラノサウルスだけじゃなくて、恐竜たちに物を嗅がせるなんてことはできないよね。今生きていないから当たり前だ。じゃあなんで嗅ぐ力のことが話せるかっていうと、頭の骨の中の脳みそがありましたよっていう周りの骨を調べてあげるわけ。その周りの骨を調べてあげることで、この恐竜の脳みそはこんな形をしていましたよってことがある程度わかるんだ。それで調べてあげたら、ティラノサウルスの脳みそのうち物を嗅ぐ力の場所がとんでもなく強かったことが明らかになったんだね。嗅ぐ力が強かったってことは、いろいろな動物の匂い、敵とか獲物の匂いをうまく嗅ぎ分けられたのかもしれない。だから君がティラノサウルスの前に立っていても、ティラノサウルスが変な匂いだなって思っちゃったらすぐ見つかっちゃうってことなんだね。これもジュラシックパークシリーズだと目の前にいても気づかないシーンがちょっとあったんだけど、これもティラノサウルスの嗅ぐ力の強さなら気づいちゃってたかもしれないんだ。じゃあ今回のクイズ、恐竜の耳や目、鼻の強さを調べるときに大事なのはどっちかな？頭の骨？それとも脳みそ？どっちだったかな？
答えは頭の骨の方が大事なの。なんでかっていうと、脳みそは柔らかいから化石にほとんど残らないからね。だから頭の骨を調べてあげて、脳みそがどんな形だったか調べてあげるのが、恐竜の目や耳や鼻の良さを調べるのにとっても大事なんだ。次回もいろんな恐竜について調べていこうね。じゃあねー。